大坪さん、じゃあ企画の、はい、お話してください。はい、今日、私が企画させていただいたのが今こちら着ている、テーラードストレッチベストというベストになります。ベストです。はい、でもあのはっきり言うと私が欲しかった欲しかったやつね。みんなそうだよね。はい、やっぱり今までだとバルーンでご紹介したベストは結構ロング丈がかなり多くて、うん、じゃあの小柄の方が、見に来てくださるとやっぱ長いねって言われることがすごく多かったんですよ。やっぱりいろんな方に来ていただきたいなって思った時にジャストの丈感どんなかなって思ったらやっぱりこのお尻が隠れるぐらい、私とかマネージャーの身長でお尻が隠れるぐらいの、丈感で、ワイヤーが140、はい、そうですね、結構実です、低いのよ、108もあるのかな、わかんない、うんうん、すごい小柄のワイヤーさんなんですけどに来ていただいたらちょうどなんていうの膝上ぐらいかなの丈感になって、で結構そのロングスカートだったりとかデニムとかでも合わせてもらえる丈感になってるので、結構今回のアイテムはすごくいろんな身長の方にこう着ていただけるものになってんじゃないかなと思っております。で、以前もこういう形のベストトワミーの方でお取り扱いがあったんですけれども、やっぱりちょっと春らしくっていうことで、まあ、定番の黒はもちろんで、春らしい色味でこういうベージュを作らせていただきました。はい、はい、で一応サイドスリットです。後ろはないですね。はい、でストレッチっていう風に書いてあったんですけどストレッチ効いてます。ちょっとねそうそうウレタンが入ってかなりねこのぐらいのストレッチです。前回私が企画させていただいた、ブラウスの方もストレッチあったんですけども、生地的にはねすごく相性がいいのでちょっと後ほどそれとの組み合わせもねやっていきたいなという風に思います。ちょっとドライカップはい、過去の生地か、まあ、結構生地のさなんか良かったよねこの生地自体が。そうなんです、 UV カットとか、そうそう、性があるとか、であとシワになりにくい、 UV、シワになりにくい、はい、やばいやばいです、うん、なんかハイテクいやハイテクのさ生地もあったじゃないですか。そうですね、そうそう、あれもねやっぱり機能性がいいから、うん、やっぱりあれ本当に皆さんありがとうございます、買っていただいてすぐなくなっちゃいましたね。そうそうそう、洗ってもいいしっていうところで、はい、これはまだ洗うはダメだよね。手洗い大丈夫です。手洗い OK もうこれ干し込んでないでしょすごいね、手洗い OK か、手洗い OK、うんうん、で私もね着た感じで言うとそのね、なんていうのかな、大きめのねドバーンとした感じじゃなくって割とすっきりめに着れます。じゃあどこにポイントがあるのかっていうと、まず一つ肩です。肩の作りをですね、大坪さんですね、大体ね今のね、ベストの肩ってちょっとね落ちてるの、こういう形でちょっと侍系のねタイプになるんですけども、ここね肩をねちょっとしっかり入れてますので、この形がまずね一番基本なんですね。で今トレンドがちょっとここになってるからちょっと侍系の抜きっていうようなそうなんかそうお客さんやっこさんってそうそうそうやっこさんっていう感じになっちゃうんだけど今それはねしてないです、あえて、はい、もう中にクッと入れてますので、私みたいに撫で方さんも本当に助かります。撫で方さんねあれだとね本当にねなんかわーって狙っちゃうんで、ね、そうそうなんか慣れてるのがねすごく目立っちゃうのがねすごくね目立っちゃうから、そうそうすっきりめでねいいんですよ、はい、で襟元も通常のタイプよりちょっと細めにしてます。いつもねやるのがこういうタイプのノーカラーのタイプのとかねがあるんですけど、今回はねちょっとテーラードつけさせていただいてます。なのでオケージョンスタイリングの時ですね、今だったら入卒だったりとかそういうスタイリングの、参考にされてる方多いと思います。私のがちょっとねそういうこれ受注のブラウスの、ワンピースのタイプなんですけど、それにちょっと黒のジャケットとアクセサリーをちょっとアクセントでポイントで持ってきていただくだけで、ちょっとオケージョンスタイル、ちょっと足元今日ブーツなんですけどパンプスとかで合わせていただくとすごくね綺麗めなスタイリングができるので、で4月ぐらいでしょ、入学式は4月でしょ、そしたら白ブラウスにちょっと黒のベストとかでもいいし、こちら両方大丈夫です、はい、両方綺麗めにも持っていけるしカジュアルにも振ることができますよということで、ちょっとね肩のポイントはクッと入ってますよ。であとは一つです、一つのボタンになっております。つけたんですけど、うん、正直もう止めずに私的にはこうバサッと羽織っていただきたい形にしてて、そうです、そうです、なんか締めるよりもパンと合わせて、うん、もうスリットも入ってるし綺麗に着ていただいて、あとちゃんと
ケットも司令塔を崩さない程度のポケットも入れさせていただいておりますので、スマホだったり何かしら入れていただければというふうに思います。で、中のですね、縫製のところね、ちょっと黒、見ていきたいなというふうに思うんですけども、こういう形になっております。こちらですね、背中のところで、こういう形で、あの裏地というよりも同じトム布でですね、覆われておりますので、背中のところはしっかりシルエットが作られるようになっております。で、あのここのですね、下の部分はもうそのまま1枚の生地になっているので、やっぱりね、あの型崩れはね、やっぱここでね、起こしてくるんですけど、生地がやっぱり二重になっておりますので、綺麗な形で温存できる。やっぱりあの生地がね、柔らかいとどうしても型崩れを起こしてしまうんですけども、ここはね、二重になっておりますので、しっかりね、綺麗な形で洗ってもシルエットが崩れないっていう形はですね、しっかり取っていただけるかなというふうに思います。どちらも色もポケットは嬉しいですね。いや、2色、まあこれは本当にね、すごくね、いいかなと思います。なんか何色が欲しいかなってなって、黒は絶対に定番だなって思って、そうだね、で春先になるとカラー物が増えるので、あのカラー物の邪魔しない色が欲しいなって思って、なおかつ夏になんかよく雑誌で出てる白 T にデニムにおしゃれにバッて羽織れるのって何色かなって、なんかやっぱこういうちょっとライトベージュじゃないけど、こういうちょっと柔らかい色味だと結構こう黒にも合うし、カラー物にも白にも持ってこれるので、結構どっちの色も、そうなんですよね。で、大坪さんはこれベーシックカットソーです。あのベーシックカットです、もうシンプルなベーシックカットソーにこれ羽織るだけでも決まるんですよね。だからこれを一着持っておくとどれだけスタイリングが楽なのかって、福岡とかね、京都とか湿気が多いからやっぱ暑いんですよ。今日ね、見たんですけど、ニットにこれ1枚の方とか、やっぱベストの方とかがすごく多いので、今からの季節の時にすごく使えるんじゃないかなと思って。大島さん、ちょっとロゴ T のやつちょっと着てくれる？ロゴの方、はい、ロゴの方でちょっとね、あの今からだったら T シャツとかね、カットソー合わせでね、ちょっとロゴをね、着た時のちょっとカジュアル合わせっていうところをね、見ていただきたいなというふうに思います。いつもインスタライブで見られてる方がこうリアルにあの着ていただいております。ありがとうございます。ご参加ないなと思ったところで、そういうことですね、失礼いたします。っていうところで、私がね、着てても何がやっぱり嬉しいポイントなのかって、やっぱストレッチなんです。いや、もうストレッチがあるかないかって全然違ってくるので、で、やっぱり嬉しいポイントがスリット割とね、深めに入っております。で、あの覚えてらっしゃる方ね、この中に入ってらっしゃる方、多分見た方いらっしゃると思うんですけど、私が冬にあのステラシフォンさんのファーベストを、これめっちゃ可愛いんですって言って、私が個人的にですね、 EC 販売、ネット販売もないくせに、あのそうそう、可愛い可愛いって言って、あのやたら言って、その後あの店頭で争奪戦になるっていう風な形のちょっと事件を巻き起こしてしまいました。あのファーベストですね、私ね、あれとこれね、同じ書き丈、後ろがちょっと長めのっていう形のあれがめちゃくちゃ重宝できてですね、で黒はもう本当に何かと使って、でもうなんていうのかな、中とかを気にしないでバサッと着れて、やっぱりスタイリングが決まる。で、ここの肩のつき方ですよね、ここをね、やっぱり大きめにしてないのはやっぱすごくポイントだと思います。ここちょっとグッと中に入ることによって、やっぱりスタイリングがグッと細見えするっていうのはすごく大事なポイントかなっていうふうに思うので、ここをあえて出さなかったっていうのが、あのこのトワミーのオリジナルのいいところかなっていうふうに思うので、でカジュアルめのスタイリング、ちょっと大坪さんに作ってもらいました。で、私あの受注の、 あのブラウス、ちょっと白ブラウスでちょっと着てみようかな、ちょっと行ってきます。はい、こんな感じです。この前ご紹介させていただいたロゴセットを、中にこんな感じで合わせてます。で、スウェット入れて、お袖の部分はこれぐらい余裕があるんですけど、ちょっと広めのものとかだと少し上がるかなっていう感じの袖開きになってます。で、こんな感じでカジュアルに合わせていただいて、足元ブーツだったりスニーカーとかでも全然いけるので、もう思いっきり、あの今の時期とかだったら、こういうロゴ T シャツだったりスウェットとかの上にパサッと羽織っていただいて、1枚おしゃれにっていう感じで着ていただくのもありかなと思います。で、夏場はあの皆さん持っていただいているフレスカ T シャツの上とかに本当にシンプルにさらって羽織っていただきたくって、なんか T シャツにデニムってどうしてもこうカジュアルになりがちとかシンプルになりがちってなるんですけれども、そういうアイテムにこう1枚持ってくると全然違う感じになるので、どうでしょう、こんな感じでございます。
もう上だけ変えました。中だけ、インナーだけ変えた感じで、こんな感じになります。あ、やった、かわいいってなんかね、ロゴを1枚バーンって見せるとすごいカジュアルになるんですけど、こうやって羽織の中に持ってくるとちらっと見える感じがちょっとおしゃれになるので、素敵でしょ、かわいい。キュウリ帽子かぶってきた。キュウリ帽子かぶってきた。そうそうそう。で、ロゴティーとか、やっぱりロゴがまた入ると、すごくね、なんか見た目がいいので、ちょっとこれはね、白っぽいロゴなので、あんまり目立たない感じなんですけど。ガッツリロゴ入っててもいいですよね。そうそうそう。皆さんご予約していただいたロゴ T シャツとかあるじゃないですか。あの、フォト、グラ、フォト T だったりとか。フォト T 良かったよね、あれ。あれ良かったですよね。ああいう、なんか本当にカジュアルな T シャツに合わせて着ていただきたいなと。絶対おしゃれ。で、これです。これですね。皆さん、ご予約ありがとうございます。ちょっと今、発送準備の方させていただいております。はい、で、こちらにちょっとベストをまた着ていきたいなというふうに思います。ベストを着るとですね、なんかね、ベストを着るとこうやってね、縦が出てくるでしょ。うん、そう、縦が出てくるでしょ。だからね、こうやってね、私いつもいいしないの。いつもいいしないんだけど、これだったらできる。これちっちゃい。これだとできるの。こうやって、こうやって、これだと。TikTok でも同じことやってる。いいしないけど、この、そうそうそう、そう私、TikTok やってます。あ、皆さん、あの、おかげさまの告知で、あの、フォローしていただいてて、そう、増えてます。もう、あの、いろんなことしてますので、この昨日は、あの、ミラーの開封動画、あの、新しいミラーを。気になってコメント行こうかしら、コメントに貼ってあったから。あ、そうそうそう、あの、このリンクを貸していただければ買えますよ、って言って、そういう形。スタイリング動画よりも、うん、あの、ああいう私が使ってるものが結構、ああいうのって気になりますよね。そう、ガジェット系というか、うん、なんかこの前はコーヒーメーカーさん、コーヒーメーカーこれ私使ってるんですっていうやつが、らい再生回数が多くて。なんかすごい伸びてる。そう、私、あれ洋服じゃなくてコーヒーメーカー屋さんっていうぐらい、どこのですか、エース出来みたいなコメントいただいて、そうそう、バリスタでも何でもないんで、ただのせっかちだけなんですけど、そう、美味しいコーヒーが入れられるとかっていうやつをちょっとアップさせていただいてるんですけども、そういった形でちょっとスタイリングの方も合わせていただいて、その中に私よくやってます。こういう縦のラインができるとこういうインができるよっていう形で TikTok 見てます。ありがとうございます。素敵、細く見えます。ほら、細く見える。やっぱこれあるかないかですね。縦のライン。そう。で、あのね、長いのも持ってます。持ってますけど、やっぱこれぐらいのがなんかサッと取れて、あの着るのも邪魔じゃないんですよね。持ってても邪魔にならないんですよね。全然な。ならないです。で、あの、あとは襟焼きとか気になる方とかも、ここのポイントが、あの、よくね、あるのが、ちょっとここが深いんだったら、例えばここがね、ここが深いんだったらここは止めた方がいいです。で、ここが、あの、ここ横が深いんだったらここは上がってくるんですけど、上がってきて、ここが広くてあんまりちょっとインナーとか、あんまり、あの、何タンクトップとかいいの持ってないのしたら、こういうベストとかでパッと着れればいいので、タートルの時期もいいですし、もう、あの、真夏以外はほぼ着れる。真夏はね、ちょっとこれ生地ね、あの、夏よりは作ってないです。もう本当に真夏の時は生地厚めです。あの、しっかりしてます。だから、あの、劣化っていうか、あの、ボロボロにならないようにはなってますので、その分真夏は着れないんだけど、その手前の時で真夏が終わってからのところがやっぱりぐわーっと長く使っていただけますの で特にね、今、あの、アウターよりもこういうベストの方がね、あの、いいって言われる方が多くていらっしゃいます。今の時期も着始めちゃったとしても、そうそうそう、寒かったら上に羽織ればいいんですよ。そうなんです、そうなんです。その感じでね、ぜひぜひ着ていただくといいかなと。重くないと使う、そうなんですよ。重くないことってものすごく大事。もうやっぱりこうハンガーから取って、もうこの重さだけで肩こるっていう、あの、もう判断しちゃうんですね、私たち。だから、もうその判断を迷わない形で作れますので、で、あとこういうスリットが入って、後ろもしっかり後ろにあってっていうところで、あの、ゴロゴティのところね、ちょっと私もう一つさ、ロゴティの、あの、あれ着てこようか、スウェットの。あ、そうです。そうそう、私もちょっともう一回着替えてきますね。着丈的にはこれぐらいの感じになるんで、例えばなんか短いから、もしなんか気になるなって時とかに上から隠すもよし、言いしたくないなって時に隠すもよし、で、夏場は、夏場というかちょっと暖かくなってくると生地が薄くなるので、透け感ちょっとあって、なんか気になるなって時にも上から羽織るだけで隠せるので、1枚あるとすごく便利かなと思います。重くないと使う率ね、上がりますよね。そうなんですよ。そうそうそう、だから結構インナー履いていただいて、思いっきりカジュアルにも使えるし、あの、今みたいにブラウスだったりワンピースの上からでも大丈夫です。もう本当にシンプルなワンピースの上に1枚羽織っていただくだけで、縦のラインできるとすごくスッキリ見えるので、そういうアイテムとかに重ねていただいても大丈夫です。あ
ずは着丈、お尻、私の身長でこれぐらいの丈感なので、あのちょっとスッキリめのデニムだったり、あの今オンラインで発売してるモナムさんのデニムだったりとか、ちょっと前に出てた折り返し風のデニムとか、細身のデニムの上に羽織っていただくのも、お尻隠せてスッキリ持ってこれるかなと思います。このロゴです。合わせ可愛いでしょ。この合わせ、このクリンクル可愛いよね。クリンクルとこれ可愛いね。可愛いね。可愛いね。これにしますね。で、黒じゃなくてもいいんだよね。白でもね。あ、全然いいです。そうこの感じですね。かわいい。そうそう、滑りがすごくいいです。で、私ね、このそれこそちょっと皆さん見てほしいんですけど、私これだけ着たら分かります？ちょっと待って、これ着たらこうなーでさ、なーでさ、なでなーでなーでなーでですけど、なでなーでなーでがこれを着て、あのね、そうそう、なでてるわけでしょ。なでなーでさんがこれを着て、分かります？ここのチョンが出てくてるんです。これが私たちにとってはものすごく大事。この肩がポンと出るのが、お洋服が似合う肩してるねっていう風に、あの大坪さんとかだからいいんだよね。よく、あの私逆に肩幅あるのすごい気になるんですけど、そうそう、逆に肩幅がある方がお洋服が、うん、似合うんですよって言われるんですよ。そうそう、でもだけど、そうで、これがだから、私ね、このエンドのところね、エンドのところがちょっと上がってる、このほんと5ミリとか1センチだけで嬉しいの。で、大坪さんみたいに肩張りさんの場合でも、ここが上がるっていうよりも、あのここの、ね、長さを短くしてるから、通常は出るんですよ。ここを短くしてるから、肩張りさんでも綺麗に肩を華奢に見せて着ていただくことができるということで、私みたいになでさんも肩張りさんもぜひとも、あのこのね、この長さはものすごくやっぱりこだわって、はい、ちょっとサンプルも、ね、見ながら、いっぱいこう、そう、あのどのくらいがいいかなっていうのをみんなでこうしながら、そう、生地もね、だいぶ探したよね。そうですね、生地もこれじゃない、あれじゃない、これがないって言って見ながらちょっと作らせて、結構いろいろ生地見させていただいて、これだってなって、なんかあんまり薄すぎてもペラってなっちゃうので、そうそうそう、ある程度張り感があるのがよくて、そう、このぐらい、裏はね、もう裏なしですよ。裏なしのタイプなんだけど、ちゃんとね、あの見返しのところ、見返し幅をね、結構しっかりたっぷり使ってるから、すごくね、収まりが良きのタイプになっておりますので、はい、こういうちょっとロゴだったりとか、カジュアルにもさっと合わせて使っていただくのがいいかなと思います。色は2色でございます。ベージュと黒と、うん、細かい気遣い、さすがですね。黒のロゴティーと、かわいいでしょ。黒にロゴティーにこのベストだけでかわいいじゃん。そうなんですよ。そう、だからね、皆さん言うでしょ、ロゴがねーって。ロゴがね、声いっぱいポーンってあったら、そうそう、いっぱいあったら嫌だとかって言って言われるでしょ。じゃあここ隠せばいいんだよ。隠して、そうそう、でもちゃんとロゴがある方がおしゃれなんですよ。ロゴがない方がいいっていう風におっしゃるかもしれないんですけど、ロゴがないで、ロゴの種類によりますので、はい、こちらはいいロゴですので、こちらだったらこうベストで合わせてロゴをちょっと狭めて、あ、デザインとしてあるねぐらいの感じで着ていただくのがよろしいんじゃないかなということで。よう喋る。後ろに聞きながら、あ、見たみたいだなと。よう喋る。大坪の企画。いや、なんかもう全部言ってもらったから後ろで、うんうん。嬉しいよ、私もだってさ、ベスト欲しかったんだもん。私も欲しかったんですよ。でもどうせ、うん、あの自分の手元に来るなら、うん、自分が好きな形でしたいと思って。そうだそうだ。で、あの本当にね、私たちが着てもやっぱりこの生地はすごくね、いいの。これジャケットにしてもいいぐらいの、あの生地なので、ちょっとベストにはなるんですけども、皆さん、あの使える用途、期間がベストが一番長くなってきますので、はい、そういう意味でこの2月っていうと、お渡し3月になってきますので、あの長く3月からですね、使って使い始めると思います。で、そう、ブラウスは2月でしょ、今回私でしょ、はい、あの2月からあのセレモニー系だったりとかいろいろあるかと思いますので、順番に考えてます。何も言われてないけど考えてます。ちゃんとマネージャーがブラウスって言われてたんで、そうそうそう、あ、ベストいけると思う。そうそう、襟付きベストかわいそう。襟付きベストって、襟ってね、めちゃくちゃやっぱ顔になるから、やっぱここってね、お洋服の顔なの。私、あの一応ね、こういう方、あの専門学校行ってたんですよ。で、あのお洋服作る専門学校3年間も行ったんですよ。で、3年間も行って、で最後ね、テーラードジャケットを自分でパターンを引いてやれるようになるようにしたんだけど、ここね、
あの、ね、性格も出るしデザインのなんかすごい個性も出るんで、まず性格っていうのが何なのかっていうと、ここが難しいんですよ。縫製のここの襟のところね、ぐちゃぐちゃって塗っちゃう人だったりとか、あとはやたら大きくしちゃう人だったりとか、もうね襟で表情デザインの表情全く変わってくるので、なのでこれちょっと大きかったんだけど、あこれちょっともうちょっと狭めた方が今っぽいよっていうところで、ちょっとこあのコンパクトめにあの作らさせていただいたので、やっぱこれはね顔なので、お洋服でいう顔です。でこれベスト、あのここね、あの持ってらっしゃるここがねちょっとベローンってなっとるんだったら、これあのちゃんとしといてください。そうそうそう、本当に。でもこれはノンアイロンでシワにもならないので、はい、もうそういう意味ではものすごく使えるベストかなというふうに思いますので、ぜひともちょっと合わせで着ていただくとよかろうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では以上になりますかね。襟は大事なのですね。大事です。襟は顔です。はい、メイクと一緒ですので、顔作りにはしっかり念を入れていただければというふうに思います。はい、ではでは、そうノンアイロン嬉しいんですよね。ノンアイロンが一番やっぱりいろんなこれね、私もせっせとやってますけども、ハハ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 10% オフご予約していただくとなりますので16,830円、はい、16,830円、はい、になります。だからぶっちゃけブラウスと同じ価格で、でもごめんなさい、ブラウスいいのなので、ブラウス高いやんって言わないでください。このベストがかなりお買い得っていうところなんですね。あのすごくお買い得なんだけども、本当にあの使えるきちんとあの補正だったりとかもされてます。名言っていうところで襟は顔名言そうでもないんですけどありがとうございますっていうところで、一応あの本当にブラウスもブラウスとねお値段一緒ぐらいで考えるとやっぱすごいよ。よくできたよこれ。オードリーさんありがとうございます。オードリーさんちょっと一緒にね企画していただいて、うん、あの襟は顔って書いてます。襟は顔でございます。大事なあの顔だって、今のスタイリングの今の時代に合った襟っていうのがありますので、はい、ぜひともこれ見ていただきたいなというふうに思います。以上になります。予約スタート本日解禁でございます。お願いします。 10% オフです。全然違いますからね。はい、お待ちしております。ありがとうございます。